アンデス25海力色タイプアンデスは、鈴木楽器製作所が製造し販売している、鍵盤水槽笛である。アンデスのパンパイプ、三宝にス鈴木楽器製作所が開発、発売した、鍵盤笛の一種である。商品名、アンデスの命名の由来は、特徴的な癒し系の、ほのほのした音色が、南米のアンデス地方を彷彿させることから、 鍵盤は全部で25音あり、介護から介七の音域を演奏することができる。外観や演奏方法は、鍵盤ハーモニカに類似するが、発音原理と音色が異なり、各鍵盤ごとに連動した閉管の笛を内蔵している。そのため、パンパイプと同様、低音部ほど奥行きが長くなっている。鍵盤楽器でありながら、笛と同様に息を吹き込む加減で音程を微妙に、 ずらすなど繊細でメリハリの効いた表現が可能である。また笛と違い、和音を奏でたり、一人で旋律と伴奏を同時に演奏することも可能であるなど、表現力が豊かな楽器である。演奏の姿勢や運車法は鍵盤ハーモニカと似ており、ホース状の管を吹き口につけて、楽器をテーブルの上に置いて鍵盤を見ながら弾く、卓奏も金属製のパイプを吹き口に取り付けての、 実装も可能である。最初は1985年に発売されたが、間もなく製造中止となった。理由は、教育楽器として児童が水奏するには、息や音程のコントロールが難しく予想ほど売れなかったこと、同社のメロディオンと競合する可能性があったこと、などである。その一方、バイオリニストで作曲家の中西俊しなど一部の音楽家は、 アンデスの繊細で独特な音色を評価して使い続けた。1995年、クリコーダーカルテットの栗原雅美は、音楽劇、銀河鉄道の夜で、中西俊博の演奏を聴き、初めてアンデスという楽器の存在を知り衝撃を受けた。栗原は1998年にアンデスを入手して、自分たちの音楽活動でも活用。これを皮切りに、幻の楽器だった。 アンデスが世に知られるようになり、鈴木楽器製作所に入手の問い合わせが相次ぐようになった。廃棄寸前になっていた金型は修復され、2007年についに復刻販売を果たした。アンデス25設計担当は、沢野義幸アンデス25回設計担当は、成田県也で見られるアンデス特集記事、クリコーダーカルテット、通称、クリキーホン。ありがとうございます。